メンタリストスクール代表の斉藤幸男です。今日12月27日のワンポイントメッセージです。今日のメッセージはこちらです。変化、変わることっていうのに人間は割とこう恐れを抱いてしまうことって多いです。でも変化するし続けることがもう宇宙の普遍の一つでもあるわけです。変わることを恐れないでいきましょう。楽しんでいけるといいですよね。変化すること、これは本当に自分自身も日々成長して変化しているわけですから。今日のワンポイントメッセージは変化でした。それではまた。